西口駅舎常用駅は京都府常用市寺田林の口にある西日本旅客鉄道奈良線の駅である。駅番号は JRD12。地上駅でかつては短式ホーム一面一線のみの小規模な駅であったが、1991年3月16日ダイヤ改正に合わせて交換設備が設けられ、同年5月21日に 相対式ホーム2面2線のホームを持つ、京城駅になった。エレベーターは、コンコース改札外と地上を結ぶものはあるが、コンコース改札内とホームを結ぶものはないので、ホームと改札外地上を結ぶ車椅子専用のスロープが設けられており、係員の立ち会いが必要。宇治駅が管理する、株式会社 JR 西日本交通サービスによる、業務委託駅である。IC カード乗車券。 移降下の利用が可能である。当駅折り返し列車は、2番線到着、木津方の引き上線に引き上げ、1番線入線の手順を踏む。通常ダイヤでは、設定がないが、構造上は2番線から、京都方面への出発も可能。当駅は、京都都市圏の南の端のため、日中の半数は当駅で折り返す。現在、当駅までの完全複線化工事が行われている。 京都府統計所によると、1日の平均乗車人員は以下の通りである。乗用士が車両購入及び運行補助を行う乗用33バスが運行されている JR 乗用駅バス停。ありがとうございます。